ダンボール見え。それ俺だよ絶対に。ランポーレ三重、背番号7番北村文也と背番号16番今添勝弘です、今日はラジオの生出演のために ADSFM スタジオにやってきました。 SB2 リーグがもうすぐ始まるので、ランポーレ三重の今シーズンの試合について地域の皆様に知ってもらえたらと思います。それでは行ってきます。じゃあお願いします。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。基本的にこの銀行の流れで進んではいくんですけど、多分時間が18分あるんですよ、4時からで。へえ、長いです。18分ある。普段どんなことしてるんですかとか、なんかその人となりに迫れるような話もちょっと聞けたらなと思ってるので。はい、はい、分かりました。そこはもうフリートークで。北村さん助けてくれる。はい、お願いします。俺冷たいで結構。いいところ。すごいところ。これ振ってもいいですか今崎に。あ、いいです全然。了解です了解です。喋れるか。急に楽しくなる。で最後はありがとうございましたって言って終わるので、ありがとうございましたって、まあ、最後なんかカメラにこうやって振ってもらって、テレビは同時放送なんで了解です。めっちゃ緊張してるやん。めっちゃ緊張してるやん。緊張しますね、ほんまこれは。試合とどっちが緊張しますか。いや、こっちの方が。ちゃんとマイクチェックして喋んねん。ああ。え？せんでいいよ別に。遊ばれてる。遊ばれてますわ。このスタジオにはリーグ戦を控えましたランポーレ三重の選手お二人にお越しいただいておりますので、早速では自己紹介からお願いします。ランポーレ三重背番号7番北村文也と。ランポーレ三重背番号16番今崎勝弘です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。おなじみの北森選手と、そして今崎選手は初めてです。初めてで、はい、はい、お越しいただきましたけれども、ちょっと緊張されてますか。めちゃめちゃしてます。ね、ちょっとドキドキというところでもありますけれども、いろんなお話を伺っていけたらと思います。スケートボールから、まあ、全てのことに対してちょっと頑張っていけたらと、はい、思います。運営の母体も会社も変わって、はい、まあ、すごく積もってみんなが応援してくれると、それも力になりますよね。そうですね、はい、負けた時もあるんですけど、まあ、勝ってる時に意外に思います。はい、はい、期待しております。はい、北村選手いかがでしょう。はい、新生ランポーレ、ここまではランポーレ見えから北村選手、そして今崎選手にスタジオにお越しいただきまして、お話伺ってまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、久しぶりのラジオやったんで緊張はしてないんですけど、なかなかいい経験に、あとはあの今崎選手が神々やったんで、今日のあのみんなに報告したいと思います。はい、神々の今崎です。まあ、僕はこういうのが初めてだったんで、まあ、最初とあと最後ちょっと緊張してうまくできなかったんですけど、まあ、途中はまあちょっと良かったかな、ちょっとよくはないですけど、まあ、できたんで、まあ良かったです。はい、こういう経験できて、はい、良かったです。はい、以上です。地域一番、ここ名張市は江戸川乱歩生誕の地、昭和を代表する推理作家ですね。ほほほほ、え、ネルトモーサキラのお宝的もしあなたはテーブルガールズの地域一番、地域に密着、ネットもお得、サポートも充実、テーブルテレビがお送りします。テーブルテレビ見てね。
ちどっちそっち ABA